ステファヌス・バン・コートランドはアメリカ合衆国の政治家、ニューヨーク市長などを務めた。ファン・コートランドマナーのパトルーンで1691年から1700年までガバナー・エス・エグゼクティブ・カウンシルにいた。弟のヤコブス・バン・コートランドもニューヨーク市長を務めた。妻ガートルード・バン・スカイラーはピーター・スカイラーの姉妹である。ニューヨークで1643年5月7日に 生まれた。1668年に民兵会社の機種に任命された。1671年にオールバニのガートルードスカイラーと結婚し、商人として事業を行っていたブロード金庫の現在のパールストリートのウォーターサイドに住居を建てた。1677年に市長に任命された。34歳での任命は、知性への高い惨事。 社会的地位の高さへの知事からの信頼の現れである。ライスラーの反乱の際には、ニコルソンの評議会に着いた。ピーター・デラノイが市長に選出された時は、市の公式委員の引き渡しを拒否した。委員は家の前で、ステファヌスを待っていたが、妻が彼らの前でドアを閉めた。ありがとうございます。